ラーメン強いから。あ、いや俺ね、あの醤油ラーメンとか好きだけど、こっちはちょっとね苦手なんで、ね、醤油ラーメンなら行けた。あとさ、バリカタだとさ、あるじゃん。え、醤油ラーメンなら行けた。いやでもそれも勝てないと思う。おっと、うん、だから、ということで、あー、やばい、すみませんでした。これはやばいわ。7杯か。お、マーサ、ドーン。ありがとうございます。あ、のっちさんもありがとう。で、大阪行くんやんな。休まんとな、もうこれ動けないし。結局何？トム池も3杯。トムくまさん、トム池大食い得意なのにダイエット中とか言ってるよ。なんかああいうさ、もうそういうさ、あーどっちが負けたの。じゃあ最初から食うな。うちせえな。でも結構きつかった。うわ、ダイエットは笑うわ。みやびくんの得意分野でもそうですよね。いや、いいよいいよ。なんか特に今ラーメン俺負けないから、うん、いや今のところとりあえず、すいません申し訳ないです。ここ新聞屋さんがあるんで、はい、ごめんなさい。行ってもいいんですけど座り込まないようにお願いします。はい、すいません。じゃあタバコ1本だけ、はい、吸わせていただいて。タバコ、タバコ。お、ドルエンさん、ドーン開いた。どうぞ。まだうん、俺何も考えず歩いてる、ごめん。ああ、動けん、動けないってことね。動けないんじゃなくて、その手前、もっと向こう吐きそうってことね。そうっす、やばいじゃん、うん、だからもう先行っていいよ。うん、待っとくわ。駅、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 博多駅、新学校、うん、ああ、うん、オッケー。結局歩けないと、2人は。何、これ遠いの、ここから片駅ちょっと歩く。じゃあタクシー乗ろう。前ごめんごめん、タクシー乗ろう。前あの頃もね、おにぎりないけどただ自分はパパの前にはカードなかったあるぞ、距離。じゃあタクシー乗ろう。あー苦しい。135人の中でね、じゃあまあ、宮部君と宮部君の配信外の顔を見て、どんまいのろまい、お付き合いしたいなと。まあ、歩いて6分やったって思う方、ちょっと1時間ぐらい。ちょっと動けない。で、トム池も俺がストーカーなら、もう俺一人で大阪行くよ。いるかな。いい？だから、約束破ったから、それはある。何？プライベートの素顔。トム、あの、パンツかなんか偉いことなってる。ズボン上げな、あの、ね、うん、ズボン上げな、上に、あのパンツにインしてるから、と多分ね、これトムパンツにインしてるわ。これにイン触んないで。セクハラ、ごめんごめん。じゃあそれはちゃんとした方がいいよ、トム。話変わってくるよ、問題出てきちゃうよ。ありがとう、トムさん。そこは乙女なの。そうなんです。この前もなんかあったよね。この前、この前もなんかポルポンと3人いるときになんか揉めなかった。この前なんで揉めたんだ。で、一人でリアトツ町行くって言ってなかった。俺となんかポルポンが除霊に行くとかいうときに、あの時も揉めてたよ。あ、だから今日は金の風船と、このままだと思ってるでしょ。今から投げた人をバカにするあれですよ。投げた人をバカにする、名前を連呼する、名前を連呼する、やめてよ、後ろです。そうだな、何て言ったらいいのかな。
金の風船と飛んでるじゃん。ほら、匿名さん。あ、ほら、どん。話してとこれ、テロリストだからグロッコ。あ、プリンちゃん。テロリストだから。花火どん。やっぱ携帯なんで壊すの？壊そうとしてない。何するの？見たかったから。プリンちゃんだったじゃん。ダミ。見たかったから。あ、ここ。ここっていう人は、粘着リスナー。粘着リスナーなの？うちのリスナーじゃないの？あ、プリンちゃんはトムに投げてあげて。あと、うちのリスナーが投げてもいいの？金の風船、ドーン、ドーン。お、プリンちゃん投げちゃった。ドーン。なんで俺のキャリーバッグ取るの？あ、俺ゼロワンの…また気づかなかった。まあ、プリンちゃんはちょっと投げないでね。投げるとまた揉めちゃうから、昨日のみたいになっちゃうから、うん、ちょっと落ち着こう。ピノセンドン。いや、そういう振りじゃなくて本当に大丈夫です。ピノセンドン。いや、本当振りじゃなくて。僕はね、マッハ入ることが問題で実況と入って。まあまあ大丈夫。うちもね、ゼロリスさんもね、強いんで。タクシー。だからなんで俺の奪ってくの？ちょっと待って、うん、いや、いい、ちょっとタクシーやめて、うん、窃盗だよ。怖い。もうトム飛んだじゃん。よかったじゃん。トムよかったじゃん。カズが、で、プリンが出らん投げた方がまだ怖い。俺と競うの？今は 2個もらった。うん。俺はいっぱいもらったけど、まあいいじゃん。やばいね。なんか、ちょっと。呼んでるよ。ゲーム。はい、あの、いいよ、カメラ持ってて、ちょっと。違うね。ココちゃん。どーん。ココちゃん、ごめんね。三脚のこう、ここ。タクシー拾わないと。ごめんね。花火もらうと機嫌が治る。いや、これ始まるよ。ガチで怒るよ。怖い。ミュートとかマジ怖い。止める？やばそう。任せる。もう知らないよ、また。わちゃわちゃ。これタクシー拾って流れ変えるわ。あー、腹が。7杯、麺が膨らむもんね。おっしゃ、タクシー来たよ。先行ってて？あ、じゃあ ごめんなさい。大丈夫。
これみんななんていうかわかる？タがつく、タから始まる言葉。これなんていうかわかる？みんな。タムロじゃない。タカ？タカ？タカルじゃない。タムロじゃない。俺の立場から見て。俺の立場から見て。高みの見物、正解。大正解。やっぱね、僕はね、うちのリスナーさんの高みを目指したいですね。ね、みんな。バカにされな、バカにされるよりはね。こっちもあれになっちゃうから次の企画、なし、もっともかなし、マジ違うんだ、俺がね、違う、ずっとともこに優しかったじゃん、あだす、わざとね、わざとね、俺がちょっと切れる感じで強めにね、言ったら、そしたら相手ちょっとビビって、お前いい加減せよってやったらね、そしたら言うことを聞いてくれるかなっていう、それをやろうとしたの。そしたらどうだったの結果は。じゃあまだやって、だからミュートしてって言ったの。あなのにミュートしてくれないから、もうあかんわと思って、そこのパターンも作ってやろうと思ったのね、今タクシー待ってっつって、そういう演技をして、あいつをちょっとね、優しい雅くんから鬼の雅くんに変わった時に、まあそうだなと思ったよ。そうそれをやろうとしたけど、もうあいつ言うこと聞いてくれないからもうダメだ、まあ無理だわ、このまま行ったら企画も絶対面白くなくなるよこれ。また途中で携帯バーンって撮ったりさ、そっちのなるよ。で、さっきのラーメンだってさ、結局さ、ダイエットしてますとかさ、ああやってね、とかアイテムが飛ばなかったら絶対グチグチになるからさ、ダメだよ。いやもう解散でいいのと思う。一番好きなのすき焼きや、俺のベスト3はチーズすき焼きで、はい、チーズ。じゃあともこ解散しようか。うまくいかないな。うまくいかないから。はい。約束をしたから出らんと。だから約束の前に、もうだから約束って言う前にちゃんとさ、ともこねえグループでお話しするからっていう時にミュートしてくれないとか、そうでしょ。ねえ、わかる？ともこも言うこと聞いてくれないじゃん、そうやって。違う？じゃあ行きます。もうこれ行く、梅さん、どうあったげ先、行ったら、ちょっとごめん、持ってて、ちょっともうダメダメ、いいかまたこれ、押しにくせ長引くからね。あ、そっか、そういうのダメなんだ。あ、そっか、わかった。厳しいからまた喧嘩とかなると良くないから、違うって、クリーンな配信しない。聞いて、だからかまし入れて、かましは、まあ配信外でやってもらって、いや、もう配信外もせえへんって、もう、じゃあまあ、しゃべらないで、ほっとこ。そうやな、だからまあ来るなら来ても喋らないでいい、そうしよう、喋らない、そうしよう、構うからダメなの。そうやな、もうめんどくさいから、タクシー拾っても行こう、それでいいじゃん、そうしよう、構わないでいい。今月お休みだよ、大丈夫だよ、ありがとうね。タクシーはこれ捕まる、
そば茶紅茶とか言ってさ、自分のさ、こっちの状況は飲まないとかさ、ケーキ相手知らないよ、いつも通り。なんやかんや今日は京都でいつも通り、うん、タクシーこっちから来たやつだよね、絶対ね。そう、自分のリサーさんが向こうに流したから、親指それたらいち早くなるから、みやべくんが一番ストレス溜まってるよ。おすすめ規制だからね。うん、来ないっす。まあね、風船ないっす。うん、強いよ。友達と相手するなんて言っても、相手するみやべがいけない。うん、いや、そんなんさ、だからさ、いろんな関係性があるけど、それはやっぱりみんなで一緒にうまくやっていきたいよ。時になるじゃん。どんなの、 A 型すぎるやつ。でもめちゃめちゃ潔癖じゃん、ね、自分の要求はさ、こっちにぶつけてくるって、それを嘘つきだとか言ってさ、でもさ、こっちの話はさ、自分はそれ嫌なあれやなってさ、そんなさ、都合のいいさ、3歳児のさ、ね、3歳児のガキと一緒にいるんじゃねえんだからってさ、やってられんやん、アホらしい。